三日月屋さんのクロワッサン全12種類と期間限定商品。オーブンで少し焼いてきました。全部同じに見える。いただきます。プレーン。香ばしい香り。うんま。おいしい。パリパリ感が最高ですね。そして噛めば噛むほどとても豊かな味わいがあふれ出てきます。クロワッサンの層が一つ一つすごく存在感があって食べ応えがあります。絹のようなね、生地です。あずき。斬新。甘さはかなり控えめです。このクロワッサンの生地にぴったりと合った美味しさですね。メープル。わあ、これはよく染み込んでますね。ベタっていう感じではないんですけど、メープルの味がしっかりついてるように感じます。優しい甘さ。紅茶。わあ、茶葉のね、色味が出てますね。わあ、合う合う。風味豊かな紅茶の香りと味わいが口いっぱい広がります。これはよく合いますね。チョコ。
うん、うん、ビターなチョコレートの味わいです。とろっととろけて出るのがいいですね。この薄い層がパリパリ感の秘訣ですね。ココア、ホワイトチョコレート、ココア生地によく合います。まろやかでクリーミーな味わいですね。恋しい。チーズ、うん、うまっ、うまっ、うん、かなり濃厚なチーズの味わいです。パリパリ感がすごいね。あと中にもね、チーズのかけらが入ってます。芳醇なチーズの味わいです。アップル、あ、クロワッサンの形ではないけど、クロワッサン生地だしね。サクしっとりです。しっとり感が半端ないですね。リンゴが柔らかくて優しい甘さです。ごま、このごまの香ばしい味わいがサクサクのクロワッサンにぴったり合います。ごまのね、入ってる量もすごい、ほら、美味しいはずです。
ひなこ。中にきなこクリーム入ってる、ね、うん、外から中からきなこの風味と味わいが最高です。ちょっと和菓子をね思わせるような美味しさです。シナモン、あーシナモンすごくいい香りがします。うん、あ、おいしい。シナモンのスパイスがすごく優しくて、シナモンあんまり好きじゃない人でも食べられちゃうような、そんな感じです。これ多分人気あると思います。うん、よもぎ、あ、ズッキー入ってるね。生地の色味が綺麗です。うん、うん、この独特な味わいのよもぎと小豆がよく合います。全体的に三日月屋さんのクロワッサンは和のイメージですね。噛めば噛むほどクロワッサン生地の美味しさがすごく伝わってきます。紫芋、あんが入ってます。これは期間限定なので今回だけのテイストです。うん、うん、紫芋の自然な美味しさがたっぷり含まれたあんです。このごまがまたええアクセントになっちょります。ごちそうさまでした。三日月屋さんのクロワッサン各種大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄十子でした。すごい種類ありましたね。どれも美味しかったんですけど、紅茶すごい合うなと思いました。
あと期間限定の紫芋のあんがね、やっぱ美味しかったです。ホイップクリームとかねつけて食べようかなと思ったんですけど、今回はそのまんまのね味を楽しみたかったので、ホイップは次回やってみようと思います。